映画友達ラムです。ラムズッキュン。どうも映画チンピラジャガモンド斉藤です。どうも映画バカ芸人アンコです。パニパニュー。はい、シネマンショップは映画好きが集まって好き勝手映画について語っていくというチャンネルでございます。はい、2023年がっかり映画ちょっと片言なのがっかり映画今回は2023年劇場公開された映画でちょっとがっかりやったなーっていう映画について、まあ一人一人ちょっと語っていきたいと思います。なるほど。ちょっとね、4つになっちゃった。おら、いや、めちゃめちゃあるな。お怒り？怒ってはないよ。そこまで言っていいんかい？俺ちょっとそれは他者じゃない？いやいや、出てるからいいかなと思って。そこまで言ってシネマじゃん。おおおおーな。おーおーおー、え、バービーね。バービー入ってるんだ。はい、鬼滅の刃上限集結、そして鍛冶屋編みたいなやつみんなで見たね。映画だと思って見に行っちゃった。うん、こっちの落ち度がある。はいはいなんか、いい説明。鬼滅の刃の最初無限列車編っていうのがあったから、はいはいはい、まさかのオムニバース形式だって思わなくって、うん、一個一個話の後にエンドロール入ってきて、これ今後テレビで放送するちょっと先出し映画じゃんみたいな、あったね、そこもね、部分がすっごいストレスになってしまって、うん、いい点は映像技術、テレビスケールなのに映画でも上映できるレベルの、うん、作画をもう大画面で味わうことができたっていう、日本のこのすごい技術を知ることができたいいきっかけでもあった。だ、表現はすごいなと。そうで、トランスフォーマービースト覚醒はあまりにも期待しすぎた。トランスフォーマーたちのトランスフォームするシーンはもう圧巻。かっこよかったな。めちゃくちゃかっこいいし、うんうん、オプティマスプライムたち、うん、キャラ立ちがものすごくよくって、うん、主人公たちが見れたのはよかったけど、ビーストがめちゃくちゃ見たかった、うん、ビースト全然出番少ねえやっていう感じです、うん、まあ、もうちょっとなんかビーストたちの活躍の場が欲しかったっていうのと、うん、最後は意味わかんなかったっていうまあこれ動画も出したっけ、これ喋ったよね。喋った、うんうんうん、それ最後で、ね、すっごいな、なえる金の匂いがしますし、ね、なんか言うわ、めちゃくちゃ嫌じゃん、うん、今、あなたのターンじゃないですよ。違いますよ、違いますよ、わかりました。で、アントマン&ワスプ、クアントマニアは、はい、目に見えない世界にバーって行っちゃって、うん、そこでなんかカーンというラスボスね、ラスボスが出てくるみたいな話だったんだけど、うん、既視感が満載で、しかもなんかその小さい粒子の世界で大きくなったり小さくなったりされても、その大きさの凄さが分かって、結局うちらには見えてないよねっていうところと、出てくる生物たちも、まあ、可愛い子もいたけど、なんかガーディアンズで見たことあるなみたいな部分もあったり、こっちが勝手にマンネリして見ちゃったなっていう部分があります。いいところは、浮かびませんでした。ゼロ点じゃん、じゃん。叩きつけたんだ、完膚なきまで。いいね。バービー。うん、これは？これは、はい、いい着眼点で、うん、すごい楽しい映画っぽかった。序盤は。うん。うん。こんなポップな絵にもかかわらず、結構社会派な話で、うんうん、まあ、男尊女卑の話かと思ったら、うん、まあ、割とその逆でもあるし、どっちもっていうね。どっちも、なんとも感想の言いづらい映画だな、うん、みたいな。いいシーンは、マコトロビーが可愛いのと、セットがものすごい。テーマパーク作ってほしいぐらい、夢があるし、うんうん、コーヒーも中身入ってないのに、で飲んだりとか、なんか世界観カチッとしてて可愛いなっていう部分はあったけど、そうね、はい、ちょっと僕まだバービー見てないんで、うん、ちょっと今見るに勇気が出始めました、ね、はい、出始めたということは見ようってこと？そうそう、見ようと思ってね、うん、あえて何とも言えない気持ちになるそうね、ちょ、私変えていいですか？え、なんで？加えればいいじゃん。うん、どうしよう、見てないのにバービーって言い出したら俺ダメでしたね、バービーです私はですね、今年のがっかり映画こちらになります。ババン、鬼滅の刃上限集結、そして刀鍛冶の里へ。さっきのやつだね、はい、ラムちゃんので、君たちはどう生きるかと、まず君たちはどう生きるかなんかわかるよ、ラム、俺もわかるよ、言っていい、うん、せーので言う、うん、せーの、わかんなかった、正解
難しい映画だ、うん、難しい。今年の中で僕の中で一番、うん、ちょっとなんで2回見たもん。2回見て2回分かんなかった2回見て2回分かんなかった。やばいね。ごめんごめんなさい本当に早尾さん、うん、本当に。でもなんかね、大軸の話は分かんない、うん、細かい部分というものが絶対これってなんか意味あんだろうなみたいな、うんうんうん、なんかすごい散りばめられて、それがもうほとんど私は分かりませんでした。今年のド級の考察大賞映画だから、ね、うそうなのよ、うん、でも情報量エグすぎて2回目見ようとも思わなかったもん。そうね、うん、いやでも分かる、気持ちは分かるよ。でしかもやっぱ宮崎駿がまた映画を撮ると、うん、っていうのでね、やっぱちょっとハードルもバンバン上がってたんで、うん、面白くないとかそういう事件ではなくて、ちょっと全部 100% 楽しめなかったなという、うん、だから自分にもがっかりという意味では、うん、自分がっかり、自分にがっかり。でもすごいなと思ったのが、本当に今回前情報なしでもういきなり公開で満席なのよ、初日とか2日目とか、うん、本当にみんな待ってたんだなとか、うん、しかもね、今いろいろこう流行り病とかバーってね、コロナとか流行ってる中、うん、流行り病言い方がジジイすぎる。俺もジジイだもん、本当に。江戸時代から来てる。江戸じゃないわ、ござるじゃないわ、本当に。そんな中、やっぱこうやってね、満席でみんなと映画見れるっていう体験も作ってくれたし、ね、作っていいところそこしかないじゃあまだある、まだある。映画わかんなかったけど良かったところは満席だった。スタジオジブリめちゃめちゃすげえ満席だったよって営業側の視点じゃない。やめろ。でもまあやっぱり作画とかもジブリがスクリーンで見れたっていう、うんうんうん、やっぱちょっと厚さはめちゃめちゃあったなっていう。でもまあ言い方変えたら、わかるまで見たいなっていう映画でも、うん、あった作品で、2回見ても分かる。3回目見たら分かるかもしんない。分かるわけないもんね。じゃあもうパンフレット買う。パンフレット。パンフレットもほとんど写真集みたいな感じらしいよ。おい、マジかよ。もう一生分かんねえじゃねえかよ。一生分かんない。俺、分かんない俺らも分かんないんだから別に。ほんと、うん、で、続いて鬼滅の刃。あ、やっぱこれなんだ。今回、劇場で公開された時、それ特典として、新シーズンの1話、先行で見れますよね。うん、はいはい。けど結果テレビで後で見れるしなっていう。まあね。し、すっげえ中途半端。そう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 。で1話映画館で見たらさ、皆さんはもう見たくならないかなって思っちゃって、映画館で。あー、このままね。そうそう。うん、なんか初見でそれ見ちゃうと、うん、っていう辛さも意外にあるんじゃないか、ファンとしてはみたいな。まああとはそのほら、バトルシーンとかは、まあテレビで見てた時は、いやこれ映画館で見てえなみたいなのあったちょうどそのところだから、映画館で見た良さも。うん、めちゃめちゃあった、ね、やっぱ映画館で見ると迫力違えなっていう、うん、部分的にね、そう見るといいけどなっ、ね、あったけどね。でもまあね、本当にこの鬼を切るんじゃなくてエンドロールを切ってほしかったです。うわお全集中言ってから集中するんだね。大体こうなんかね、集中してからなんか大技かなって思ったら、一の方後出し。はい、後出しか。どうラムちゃん、いいと思った。いやラムちゃんお墨付きもらったぜ。ラムちゃんやっぱかわし方を学んできてるから。どうって言ったもん。だっていらなくなるから効果は。いらなくなる。編集がなくなる。必要がないもんな。ラムの4のおかげで。確かに確かに。テンポ良くなるしね。テンポ良くなる。ありがとうありがとう。3本にしました、うん、はい、はい、この3本でーす。あー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 うん、わかるよ。なるほど。ハロウィンジエンドは3作目で、うん、シネマンションでそのキルズかなんかやったよね、確かに、ね、やったやったやった。で、その時に言ってたのよ、2はあんまだったけど、でもこれ3作目次第でのその序章なんじゃないみたいな、うん、マイケル・マイヤーズのやっぱその扱い方がどんどん怖くなくなってっちゃうなっていう、物理的にどうやって倒すかみたいな話になって、はい、ハロウィンの元々の面白さってそこいうとこじゃったっけちらーってなっちゃって、うん、まさにザ・がっかり映画だったかな、うん、あら、しかもほら今回弟子を取るみたいな。そうそうそうなのよ。弟子を取るってどういうことだろうみたいなのが。それこそアメリカのコミックみたいな話だよね。ああ、そうそう。その作者変えて。あ、そうそう。作ったみたいな話。急に作家さん変わっちゃったな、みたいなのがちょっとね、なんかね、締まりが悪かったかな、という、うん。オリジナルのキャストがこう出てきたりとか。はい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 。そういうつながりね、うん、ファンサービスとしてもいいし、弟子取る話、うん、
なんかあんまりなんだけど流れは好きだった、うん、冒頭から始まるとあるね惨劇のなんかあこういうこともあるよね、うん、この街はって思えるようなリアリティとかはいいじゃんと思いましたね、はいはい、そこは良かったです、はい、続いて新仮面ライダー出た、うん、各そのシーン、いろんな戦闘シーンとかが あったと思うんですけど、空中月砲で飛び回り戦うぞみたいなところもあれば、ダムを走るみたいななんかあれワイスピです。違います。天です、ね。全く同じシーンありましたけどね。ワイスピの天のとか、同じ人が撮ってるようにあんまり思えない感じが単純にあったなーって思ってて、でやっぱそのオリジナルにね思い入れがある方。すごく絶賛だと思うし、うん、その気持ちはすごいわかるんですよ。その、テレビで当時見てた、全く同じカットだみたいな。はい、ダムも同じだみたいな、面白さ。で、そこがいいなって思う、なんか心理みたいなのも、わからんでもないけど、うん、やっぱそれをこう映画でやると、ちょっとスケールダウンに見えちゃうよな、単純にっていうか。うん、好きだったのは終盤でキョイーンってなった時に、うんうん、一瞬だけ、テレ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 ってライダーの最初のさ、怖いわー。ごめんなさい。本当はそこで、せまるーって始まってほしい。だけど、始まんないじゃん。始まんない。不発が。そう。あるんだ。だからあんなに寄せるなら、オープニングも、まんまやればいいのにと思って。ちょっとね、残念ところ。いいとこあった今。いいとこ。いや、なかったっす。だから、テクテクテクは良かったんですよ。いや、それもう前に使われてる。いいとこじゃないじゃん。じゃない、いいとこは。うわ。みなみ。あ、確かに。そうよ。ありがとう。本当に、浜辺美波さんは良かったですね。一番よ。不幸もちゃんと似合う女優さんなんだなっていうか、うん、幸薄い感じが映える、うん。最高スリラーとか好きだったりするじゃん、あの方は。うん、そうね。だそういうこう、ご自身の中にある暗い部分みたいなものが出てきている感じ、うん、とかはすごいバッチリハマってて、そこはすごく良かった。で、バビロンは見ましたラムちゃん。見れてない。あんこちゃん見て。汚いって聞いて。汚いって聞いて。まあ、ある意味ね。と、ララランドとかのセッションとかの、はい、デミアン・ジャゼルさんって監督が撮った、サイレント映画時代からトーキーにこう移行する過程で、どんどんもうダメになっていくスターたちみたいのを、うん、まあ、描いた、長い3時間くらいあるのかな。そんぐらいですか。長いんですけど、うん、結構その、おっしゃった通り、冒頭からも象のうんちが、から始まるんですね。そうそう。まあ、おっぱいも出るわ、うん。ゲロも出るわ。おしっこも出るし。うん、おむつとかすごい出んのね。ラムゲロっちゃうからすぐ。そういうのって別に、その出すことを僕、違うとは思わないよ。うん、別にいいと思うし、うん。だけどね、そういうのを出すときって、それなりのこう、センスと品がないと、うん、人って見ててもただ不快になるだけだなって。だから例えばスタンドバイミーだってゲロ出るけど、うん、あれはやっぱり確かにウッドはなるけど、うん、なんか愉快な話、うん。しかもこう小説の中でみたいな感じで良かったりするんだけど、バビロンを見てて僕はあんまりそれをこう感じない3時間だったっすよ。一番僕が、うわーってなっちゃうのがもう最後のクライマックスが僕は、本当にきつくて、まあ、主人公が映画の都から大変なことがあって追われて出てって、うん、幸せになって、で、その街に久々に戻ってきましたみたいな最後展開になるんだけど、うん、いつも行ってた映画館にちょっと行ってみようかなって言って、映画館で映画を見るっていうシーンがあるんだけど、まずそもそも映画館で映画を見てっていうのは、そのニューシネマパラダイスっていうね、うん、はいはいはい。名作があって、オマージュなんですよね、バビロンも。雨に歌えばっていうミュージカル映画を主人公こうやって見てんだけど、途中から過去に移動すんのよ。100年以上ある映画史を総ざらいするっていう展開になっていくのね。途中でジュラシックパークとかアバターの映像とかが入ってくるんだけど、映画の集大成をそこで最後やって、映画って素晴らしいよねみたいな終わり方するんだけど、ナルシズムだなって思ったんだよ。すごく全然なんかその うまくさもないし、なんか冷めちゃうの、うん、サブイボがすごいっていうか、うわうわ誰が締めくくってんの映画。これは使われてほしいですね。全然使ってください。うまく編集してください。なんか丸くしといてください。すみません。腕がいるぞー。はい。お手数おかけしました。今、スタッフさんが後ろで回してる。はい、ということで、3人とも、おのおののね、がっかり映画をこう出してきたわけなんですけど、皆さんもあると思います。自分はハマんなかったとか、はい、ぜひコメント欄で、うん、まあ、ちょっと、僕はこれハマんなかった、私はハマんなかったとか、教えてくださると、仲間がいると思いますので。確かに。皆さん、うん、コメントお待ちしております。バイバーイ。バイバイ。ごめんなさい。私もちょっとね、そういった無駄なセリフ切っていきたいと思います。アンコタイムだったらラムの今の音声切り取って。マイケル・ジャクソンみたいな。パフォー。